こんにちは。年をとっても素直でいたい速稼塾の久保でございます。今日はね、2部構成でお伝えしましょう。まずはね、若い人の吸収力と、まあ、熟練の人の吸収力、どっちが強いかってことなんですけども、これ実はね、ある方が言ってたんですよ。ある方はコンサルの仕事をしてるんですよ。で、コンサルティングを受けに来る人で、若い人もお年を召された方もいるんですけども、大体同じレベルって言ってますよね。まあ、多少のブレはあっても同じレベルって言ってます。で、その方が言われたのは、やっぱりね、中学生高校生で私のところに来たのはすごくラッキーだ。なぜなら70、80になって私のところにやっと来る人と同じレベルのコーチが受けれるからって言うんですよ。だからね、50年、60年先走ることができるって言うんですよ。で、大体コンサルを受けに来る人が多少のブレはあっても同じレベルだって、どういうことかっていうと、お年を召されて、ね、吸収力のある人はそもそもコンサル受けに来ないんですよ。吸収力があってもう自分でね、自己成長してるんで、なんでね、中学生にコンサルするような人のところに来るのかってことなんです。来ないってことなんですよ。だからコンサルティングをしていて、大体同じような人、まあ多少のブレはあっても似たようなタイプしか来ないから、まあアドバイスも似てくるよ、そして多くの人から寄せられる悩みも大体一緒だよっていうふうに言われてましたね。おお、なるほどと思いました。まあ、ですんで、私もね、吉田さん思うんですけども、若い人の吸収力は高いな、そして年齢を重ねた人はちょっと物覚えが悪いかもしれないなっていうのは、そもそもお年を召されて吸収力のある人は私のところに来てないっていうふうに解釈した方がいいのかなと思ってるんですよ。まあどうなるか分からないですけどね。それでなんで私がね、素直に行動できたかってことなんですけども、これはね、軽い言葉で言えばコスプレなんですよ。で、なりきるってやつです。で、自己せん…ちょっとごめんなさいね。自己洗脳っていうやつなんですけども、自分が何者になりたいのかっていう時に、もう本当にその道の人になりきるわけなんですよね。まあ、ですんで、私が素直にやったっていうか、丸コピーをしてみようと思ったんですよ。結果をコピーしたかったら行動をコピーする、行動をコピーしたかったら思考をコピーするって、まさにこの形なんですよ。まあ、ですんで、私が最初にね、そのビジネスを学んだ時っていうのは、教えてくれていると思ったその人は、メンターはいつ起きて何を食べてどういう会話をしてどんな服を着てるのかなってことを想像しながら、それこそ限られた動画の中とか会話の中とか、こういった文章の中からそれを推察してですね、まあ、1から10までコピーしようと努めました。そのぐらいやっていくと、やっぱりね、これ誰だったかな、なんか野球の選手が言ってたんですけども、あ、ボーリングだ、ボーリングの選手が言って、選手っていうか、プロボーラーの方が言われてたんですけどね、ボーリングの対決をお金をかけて、なんですかね、ストリートファイトすることが結構多いらしい、多かったらしいんですよ、昔のプロボーラーさんって。で、大会がない時ってのはボーリング場に行って、一番スコアのいい人の横のレーンにずっと待っていて、そこで、投げるらしいんですよね。で、そのうちに仲良くなって同じレーンを使って勝負をするそうですけども、同じフォームを丸々コピーして投げると、その自分よりも上手いと思ったその人と同じような結果が出るっていうふうに言われてましたね。だから自分の形を捨てて、どのぐらい相手のことが真似できるかっていうところがポイントらしいです。で、ちょっとね、砕けた話題ですけども、北斗の拳っていう漫画でね、水泳神っていう技があるんですよ。これは相手が出した技をケンシロウが丸々その場でコピーして相手に返すって技なんですよね。だから同じ技をコピーすると相手の得意技が封じられるんで勝負に勝つみたいなことらしいんですよ。だから断るごとにね、もう丸々コピーする、相手の人になりきって戦う。で、空手の場合だったら、私空手の試合を何回かやったんですけども、相手の人になりきって、だからどういうんですかね、試合をするときに、こいつは自分のどこを攻めてくるかな、こいつの気持ちになったらどう攻めてくるかなってことをすごい何回も何回も考えるらしいんですね。それこそ裏の裏の裏の裏みたいな感じで、まさに相手になりきれる人が勝つみたいなことがありましたね。あ、やっぱりこいつはこういうふうにパンチ出してきて、その後キックだと思ったらそういうふうにしてきた、自分の弱点を攻めると見せかけてそうじゃないところから蹴りが来るかなと思ったら本当に来たみたいな感じで、どれだけ相手の気持ちになれるかっていうことが勝負に勝つ秘訣であり、集客の秘訣だということだったしですね。で、まとめて言うとですね、私が40代から行動できたのは、もうその道に行く人になりきってみたってことなんですよ。まさにアイドルさんですよね。アイドルさんがAKB の真似をしてステージでね、フリーコピーをするみたいに、私もネットビジネスのコピーをしてみたってことなんですよ。ただ高級車を真似したりとかね、タワーマンションを真似したりっていうのはとてもできなかったんですけども、できる範囲でやった結果、
まあ100分の1か1000分の1ぐらいの結果のコピーができたのかなというふうに思ってますけどね。ということでございます。いってらっしゃい。